はいどうもヒョードルです。ワイルドアームズ実況プレイ続きをやっていきましょう。マルドゥークですね。続きをやっていきましてというか、やってきたところでございます。で前回ですね、戻ろうかなっていう話をしたんだけれども、あれなんですよね、カーディンギルってリメイク版だとダンジョンの入り口までピュッと戻れるように、ね、なってるんですけど、残念ながらリメイク版だと、リメイク版だとじゃないわ、このねオリジナルだとその気軽に戻れないんですよね。こうまたねえっちゃらおっちゃら戻んないといけなくて、ちょっとめんどくさいなーって思って、やっぱやめとこうかなって思ってます。割とまあミニキャロットとか使えばいいんじゃないって気持ちになっている。サールザイン、これどうかな、弱点とかあるかな。前回最後にね赤いやつと戦いましたけど、ほなまた色が違います。アナライズがやっぱ欲しい気はするな。ないよな多分。改めて、あるじゃん、あるじゃないの。お、やっぱり水色は雷に弱い。ツアールザインレベル58、わお、 HP3200、 弱点雷。オッケー、いいね。ロディ、雷のリングが1個しかないね。残念。うわっ、くそ。罠だろ、これ。いや、罠なんだけど。これちょっと自分の位置が分かりにくいと、この手の仕掛けはちょっとしんどいですね。これは爆弾で壊せますと。で、ガッチャンコ。セキュリティシステムダウン。第一種防衛体制解除。引き続き警戒体制へシフト完了。第一種防衛体制から警戒体制になった。一応、ちょっと何ランク下がったみたいなことなんですかね。よいしょと。とりあえずここはこれでよしって感じですか。反対側にも同じ感じ。あ、なるほど。このバリア発生装置みたいなやつがダウンしてますね。なるほどなるほど。暗くてね、本当に何も見えないのよ。これは開かない。まあ、あまり壊す意味もないんだけど、一応壊しておきますね。お、なんか×印。これダメそうだよな。あ、なんか消えた。ってことは？あ、間違えた！ちょっとダメージ、あ、そんなにですね。爆弾で壊せるってことかなと思ったんだけど。どうなんだろう。壊せるわけではないんですね。レバーで開きましたね。あ、これもしかして右行けた？どうだろう。これはどうすればいいの？私食らうのかな。やっぱ多少食らってますね。
半ペン？わあ、わあ、これはひどい。相棒になんてことを。今のはちょっと問題映像ですね。動物虐待ですよ。亜生霊虐待。でさ、さっきちょっと気になるものがメイン、視界の端に移りまして、ネクタール。ザックのね、早打ちのヒントらしきものが見えたんだよな。これこれ。姿が見えなくてちょっとアクセスできない。難しい。己の肉体の極限に迫る究極の剣技、欲しい。受けまーす。力なんてものより自分の限界が知りたいんだ。今の俺が誰かを守るための力を持っているのかどうか。自分の限界が知りたい。ザック成長したぜ。というわけで、いや結構大変そうだぞこれ。本気でいきますか。フェイザーザップ。フェイザーザップだよな、属性ごとに。2体ちょっとだるくない？だって。2700、確か HP ね、さっきアナライズしまして3600ぐらいだったんで、次はこれアタックでいいかな。よし、強烈な一撃、次来たら死んじゃうじゃん。困る。危な。先手取れないんだね、ヒーリングファクター。今のまた強烈な一撃来てたらやられちゃってましたよ。やっぱ結構火力が高いな。けどソニックビジョンで終わりでしょ。これ連戦するのかな。どうなんでしょう。それは己の弱き心。今お前は自分自身を超えたことになる。究極の技、受け取る資格を手に入れたのだ。イエーイ。でちょっと今後しばらくね、修行期間に入りますね。覚えないとね、いけないんでね。というわけでね、欲しかったんだよなあれ、最強奥義。どんな技かは候補期待ですね。出た。亜生霊を味方とも思わない悪人の所業ですよこれ。あ、なにっていうかさ、これちょっと、これ、順路っぽくない？いやー、なんかなー。いやー、けど行くか。最後が、あっ！おいー。こんなことあるか。おっ！なんかだいぶ怪しいよな。あ、ここあれだ、セーブポイント来ちゃったよ。じゃあやっぱりちょっと戻んないとダメですね。これはマルドゥークは3つのエリアからなるりまして、なんつったっけな、採掘エリア、住居エリア、あとなんとかエリア、ちょ忘れちゃった。こんな感じでオンオフ、まあ、2つのレバーの組み合わせで転送されるエリアが変わる感じ。これ神殿エリアだ、もう一個マルドゥークエリア21、神殿エリアで、この3つのエリアに行って、あの先に進むためのアイテムを獲得しないといけないんですね。ここまでは覚えてる。
エリアでどんな感じだったかまでは全然、全然でもないけど、あんま覚えてないんだけど。で、確か、まぁ、ちょっとついでなんでね。青。で、ついでなんで、ちょっと先を見ておこうかなと思うんですけど、これですね。この奥が、玉座の間で、ここに3つ。我は、星の海を滑る者、マルドゥーク。祭壇に、天をも駆け抜ける我が翼を掲げよ。祭壇に、すべてを見抜く我が瞳を掲げよ。祭壇に大地を立ち割る我が腕を掲げよ。というわけで、まあ、3つのアイテムをね、持ってきなさいと。まあ、そういう感じになっておりますね。なんで、これから、ワオ。うわ、サイクロップス。なんかガイガンみたいじゃないこれ。怪獣だね、君。じゃあちょっと、アナライズしちゃおうかな。セシリアの MP がもうよ。雷弱点ですね。雷リングもう一個買ってこようかな。ロディにもつけたいような。HP が結構ありますね。最高戦。これマジガイガンだな。両手釜だし、釜、トゲ、なんていうかね、釜みたい。ガイガンですね、こいつは。ガイガンわかんない方はぜひぜひググってみてください。まんまのやつが出てきます。すごっ、1万2000だって。しかもバレットチャージ落としてくれた。で、なんですけれども、取りに行くんだけれどもよ、結構ね、宝箱とか見過ごしてきちゃってるんで、やっぱ取り行かないといけないですね。というわけで、帰れない。行けないね、あそこ。あれかな、ここを全部点灯してない状態で行くとエントランスゲート。あ、これこれか。じゃ一回これ戻んないとダメっすね。オッケーオッケー。でここはカディンギル。転送先がカディンギルか。じゃあちょっともうちょい、やっぱ一回帰るかしらね。でけど、ほにゃほにゃエリアみたいなとこの、あ、ダメだ、これじゃあ取り付けない。ほにゃほにゃエリアみたいなとこの、範囲。あ、なに、ここセーブポイントかい。の手前で何個か宝箱あったのは見てるんで、それだけ取って、行きましょうかね。そう、あると思ったんだよな、これ。あー、スマッシャー、これこれ。ロディの最強アームですね。空間に作用する総転移兵器、敵全体。というわけで。これでね、ロディのアームは全部揃ったはずですね。で、あとは、なんかパイプいっぱいのところで、ここ開いた。で、そう、レバーで開けた扉も、は入ったか。
お、なんだ。お、グッズオールドギター、ヘイヘイ、ありましたな、まだ。ザックが奏でるオールドギターは魔の旋律と呼ばれる恐ろしいものです。なんか、それっぽく言ってるけど、ドヘタクソって言ってるようにも聞こえますが、モンスターが周囲に存在するポイントでオールドギターをつまびくと、たちまち戦闘に入ります。まあ、この、まあ、要は、敵を呼び寄せる系の技ですね。ドラクエとかでも割とおなじみかな。まあまあ、準レギュラーぐらいですかね。だと思うんですけど、ザックのギターはどうなんだっけ？階段上がれないんだ。2だとね、2にもまあ同じやつがあって、それはマイマイクっつって、あの、歌を歌うっていうね、スタイルなんですけど、それは、あれでしたね。歌が下手くそでモンスターが止めに来るっていう設定になってた。あ、で、ん？あ、ここは行ったところか。だから、あそこが今さっき開けて行ったところですね。ザックのギターはどうでしょうね。モンスターには心地いいのか、それとも、やっぱり下手くそで止めに来るのか。攻略本、2の攻略本にはね、そのなんか、ちょっとコラムというか、キャラクターの手記みたいなのがあって、どこぞの渡り鳥のギターと一緒にするなって、そのね、下手くそな歌を歌うキャラのね、なんか、メタ発言がありましたけどね。ロディの武器かな？シルバーフェンサー。OK、Thank you。まだありますね。久しぶりにトレジャーコール使った。あったあった。これで最後ぐらいじゃない？プリンセスラッタープリキュアになれそう。まだある。どこかな。ちょっとね、広くて一望できないんで。あー、ダメだ。ミスったミスったミスった。あー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 あああ横着するとこれだ。ここかな。バイオレーター、バイオレーターおなじみ。バイオレーター、あれ、ワイルドアームズ2のアシュレイの、あれ、バイアネットか。ちょっと違ったわ。けど、バイオレイターってなんかあったな。なんだっけな。技名かな。なんか、割と聞き覚えがある技の名前のような気がする。あ、もうなくなりましたね。OK です。じゃあ、ちょっと、一旦、これで終わりなんで、じゃあ、せっかくなんで、アークスマッシャーを披露目して終わりにしましょうか。ギター演奏とアークスマッシャー2本続けてどうぞ。僕が喋ってたらオールドギターの音聞こえないね。さあせん。アークスマッシャーで、ついでにザックが技を覚えたらいいなって感じで、セシリアはガードします。 MP 枯れてちょっとね、ほったらかしてるんでね。ナイス。これがアークスマッシャーですね。ちょっとこう、科学的な感じがする。レーザー兵器っぽい感じですかね。で、このザックの攻撃で終わりかな。終わんねえ、マジか。もう一回どうぞ。違う角度から。はい、というわけで、無事殲滅、アークスマッシャーかっこいいねっていうところで、一旦ここまでにしましょうかね。それでは次回ですね、まあ、ちょっと一回帰って回復さすがにしてこないとダメだなって感じはするんで、それだけやりましてですね、マルドゥークの奥地、奥、神殿エリア、居住エリア、
採掘エリアだったかな、まあ、3つエリアがあるんですけど、その攻略を進めていこうと思います。今回はこの辺で、どうもありがとうございました。